テレビを見ていたら、はい、あの野生動物を扱った番組をやってまして、はあはあはい、野生の王国まあ、そういうやつをやってて、うんうん、でね、こう乾燥したところでね、はい、もうちょっとした水場みたいのがあるんだけど、うん、そこにいろんな動物が水を飲みに来るんですけど、はい、あのちゃんとうまいことあの順番ができてるっていうかね、あのみんな集合しすぎて争うとかなくて、はい、なんかちゃんとこう象の集団が来たり、うん、バッファローの集団が来たりするんですけど、うん、もう勝ち合わないようになってんですよね。へー、だからすごいなと思って、うんうんうん、尊敬するというか、いつもそうなのかね、いつもそうなのか時たま揉め事も起きてるのかわからないですけど、うん、テレビカメラが来てる時は行儀よくしてるとかまあでも野生の人たち、野生の人たち、うん、野生動物って、うん、なんかお互いその辺確かにね、うまいことを うんうん、やれるんですかね。そうだね、うん、そうだね、そこでなんか争いになったら無駄だもんね、うん、エネルギーも。そうだね、うん、だとしたら、うん、すごいね、ね、うん、すごいなと思って、うん、生地計画を立てて足をこうしようとしているのが、うん、なんかね、うんうんうん、過当なものに見えてくるね。そうですね、まあ、とにかくよくできてるなと思いまして、うんうんうん、はい、人間一番ダメじゃんってことですね。そうね、はい、では、はい、はい、以上です。毎日歌声喫茶ミニ歌声喫茶ラララララ、この歌をあなたと。おはようございます、タコアンドチコです。さあ、もうなんか通常っていう感じでね、はい、今日確かに持ってやっていかなきゃダメですね、うん、はい、はい、では準備体操に行きましょう。はい、じゃあ肩に手を乗せて大きくゆっくり回してください。はい、ぐるー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 、反対回しです。ぐるーします。Oh,
深呼吸してください。そして水分補給です。それでは歌っていきましょう。はい、1曲目、文部省唱歌の雪ですね。これ、はい、初日だったかな、うん、意外とリズムが細かく変化しているということですね。はい、そういうの聞きました。弾むように歌うところと、うん、そうでないところと実はこうちょっとあって、うんうん、というお話があったんですけれども、意外とこれがね、あのめんどくさいようで、一回これが癖になると、うん、意外となんかその複雑な、うんうんうん、細かなリズムの変化っていうのがまたね、はい、それを表現したくなるから、うんうん、そうですね、なんかこう表情も変わりますよね。あ、そうですね、うん、どうでしょうか、ね、はい、1日目になりましたけれども、そのあたりもね、うん、意識して歌うとまたちょっと楽しかったりもしますんで、はい、はい、それでは行ってみましょう。はい、新説です、この詩の内容もね、そして曲調もなんかこう本当にこう若者の青春を讃えるような内容、うん、雰囲気に満ちてまして、うん、なんかもう本当にこの曲調がこういう感じだからなのか、うんうん、それこそ高校野球とかのね、入場行進なんかにもぴったりなんじゃないかな。ぴったりですね。うんうん。そうですね。うん、はい、うん。じゃあ私、お使い行くときに自分一人で口ずさんでみようかしら。あ、そうだね。はい。気持ちは和コードでね。うるさい、ね。さあ、それでは、はい。行ってみましょう。朝の日を若い人
3曲目です。はい、虹と雪のバラードです。作詞の依頼を受けた、川村文一郎さんという人はね、うん、この方は小樽出身の詩人の方だそうで、札幌出身というわけではないんだけど、うん、でもやはりなんかこのね北海道、北国の人の視点での詩が求められたんだと思うんですけれども、ちなみにこの方は、詩人でもあるんですが、まずお医者さんなんだそうです。あ、そうなんですか。整形外科医の方で、へ、うん、これまでにも、ヘラブナ釣りの名人の 名人の方とかね、うんうんうん、いらっしゃいますけれども、はい、結構ユニークな詩人の方っていうのはたくさん他にもね、うん、いらっしゃるんでしょうね、きっとね。そうですよね、うんうん、なんかいろんなその人のそういう専門、他の専門を持ってることでの、うんうん、なんかこう幅広い視点みたいなものがあるのかな。そうかもね、うんうん、全然ね、それによって考え方とか見方とか違いそうだもんね。そうですね、うんうんうん、はい、それでは、虹と雪のバラード、ドラマチックに盛り上がっていきましょう。はい、
ありがとうございます。さあそういうわけで、はい、まあ、通常に戻りましたねっていう話もしましたが、うん、はい、明日は今年最初の木曜セレクションになるんですね、うん、そうですね。先週はね日替わりでやってたからね、うん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 、うん、特に木曜セレクションという、うん、と銘打ってはやってないから、うん、明日がそうだね、初めて最初になりますね。そうですね、うん、はい、ではぜひ明日もお楽しみにしてください、はい、それではまた、チャコ&チコでした。この顔。